天目山の戦いにて真田昌幸の行く手を遮った二人の若武者、互いに出陣を間近に控え、あふれんばかりの気力をみなぎらせていた。飯は食ったか勝家、そろそろまたざたいの出番だぞ。はっ、飯は食っておりますが、いつでも出られます。良い気合だな勝家。だが飯を食ってないとは聞き捨てならないぞ。はっ、わずかでも体を軽く保っておけば敏捷性が増し、槍さばきもより鋭くなるかと。それは大変な心得違いだぞ勝家。腹が減っては戦なんてしたくないと言うだろう。空腹では鋭さは増してもすぐに力が切れてしまう。そうなれば当然気力も萎えてしまうものだ。そんなことになったら朝まで待つのお説教だ。この私は、なるほど。ということで戦の前の腹ごしらえは武士の務め。ほらこれを食え。松特製出陣弁当だぞ。ではありがたく頂戴いたします。これは美味。そうだろうそうだろう、松の飯はうまいだろう。どれ、それがしも、もう一つ。愛する妻の弁当、お市様が私のために作った弁当。確かに想像するだけで力がみなぎってくる。そうだろうそうだろう。あ、お市様。うわー、利家様、出陣を、直ちに出陣を。すさまじい気合だな勝家。よし行くか。はっ。だがくれぐれも油断するな。武田の真田昌幸といえば戦国一の食わせ者。息子の信行は獅子がごとき猛者と聞く。その弟雪村も相当な気だれらしい。信長様はきっと真田を品定めなさるおつもりだろう。この私は品定め。ではキャツラを我ら織田に迎えると。ああ、真田の力が本物であればな。ならば武田勝頼、真田を釣り上げるための餌でもある。光秀の入れ知恵もあるかもしれない。でも信長様が真田に興味を持っているのは確か。それに真田の面々はいかにも信長様好みじゃないか。それがしも信行とはぜひともし合ってみたい。槍の股座の血が騒ぐぞ。信濃の指示、真田信行、その実力が噂通りであれば、もし織田の家臣となった時、間違いなく私の立身出世を阻む障壁となる。そんなことさせるものか。私にはお市様と迎える約束された明日が、輝かしき明日が待っているのだから。よーし、またざたい出るぞ。出発通り空から奇襲だ。頼むぞ勝家。はっ、お任せください利家様。無念の浮き橋も渡れ、この私は。